こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。第13回目の動画は潜在意識の自分を諭すでした。潜在意識の自分がまだまだ未熟で責任を取りたくないとか面倒なことは嫌だという時にはしっかりと諭してちゃんと責任を取りなさいとか面倒でもやりなさいと言わなければいけませんね。でも素直にはいと言えるインナーチャイルドは残念ながらそう多くはありません。大概インナーチャイルドはそんなの嫌だと反抗します。今日はそんなインナーチャイルドを効率よく諭すためのコツについてお話ししましょう。ということで今日のテーマは潜在意識を諭すためのコツです。インナーチャイルドは過去の自分なので未熟な自己です。大して責任ある仕事をしていなくても責任を持って働いている人たちが持っているものと同じものを欲しがります。大して能力がなくても能力がある人たちと同じものを要求します。頑張っていなくても頑張っている人たちと同じ自尊心を持ちたがります。もちろんそれは手に入りませんから不満を感じていることでしょう。するとだんだんやる気を失いますから早めに諭して直しましょう。直すにはインナーチャイルドが欲しいご褒美を用意するのが良い方法です。第13回目の動画でのメリットはこんな言葉でした。そしたら実力がついて地位やお金がもっと手に入るね。そしたら誇らしいね。これを分けてみると、1、実力がつく、能力が上がる、賢くなる。2、地位やお金、欲しいものが手に入る。3、誇らしくなる、自分が好きになる。言い換えると、1、能力、知恵。2、地位、財産。3、自信、愛。と、主に3種類があります。あなたにとって、一番心に響くものは何ですか？フリーランスで働きたいとか、実力を認められて転職したい、という人は、自分の思う通りに生きたいと思うので、能力が高い方が望み通りに生きられるでしょう。ですから、一番のタイプのメリットが心に響くでしょう。地位や財産が欲しいと思う人は、2番のメリットがおすすめです。多くを所有することに心が惹かれるでしょう。もっと自分を好きになりたい、愛されたいという人には、3番がおすすめです。また、少し遊びすぎていたり、今まであまり良い行いをしてこなかった人にも3番がおすすめです。罪悪感がある時には、1番や2番を手に入れても精神的な安心は得られません。まず3番を手に入れましょう。こんな風に自分が一番欲しいものを3つのタイプから選び、自分なりのメリットを決めてインナーチャイルドに言いましょう。何々してくれると何々が手に入るよ、だから頑張ろうねと伝えます。最初のうちは一番心に響くものを1つだけ選んで繰り返して言う方が効果的です。その方が意識を集中できるからです。諭すのが上手くなったら、潜在意識のコントロールをマスターする日も近いでしょう。頑張って諭しましょう。